大キャストの重みがいいね。あの、昔の劇場版の、あれを思い出してさ、なんかすごいトラウマだよ。いや、こうしてまじまじと2号機見ると、かっこいいな違うんだよ、母ちゃんおたほの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日紹介するおもちゃは、これだバンダイスピリッツ、メタルビルド、エヴァンゲリオン2号機だ お全国のガンゲ野郎、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録や、熱い高評価、よろしくお願いします。それから、ちびっこは、ぜひ、大人と一緒に見てね。このおもちゃ自体は、大人向けのおもちゃとなっています。それでは、早速レビュー行こう いやあ、これ楽しみにしていましたね。前回の初号機もすごくクオリティが高かったです。まあ基本的にはこのフォーマットですね。このフォーマットの2号機といった感じで、今回ね結構初号機と比較すると思います。パッケージこんな感じ。あの向きは同じじゃないんだね。こう反対側を向いたデザインとなっています。おー、鮮やかなレッドがかっこいいですね。パッケージはこんな感じ。そして背面。 こうやってね、パッと見た感じで、ね、武装が違います。なんかこう、二号機らしい武装になってるんだよね。おー、楽しみだ。あけーろ。あけーろ。僕はね、一回、検品的な感じで開封しています。せーの。じゃーん。まずはね、ディスプレイサンドのパーツ。これがブリスター一つ目。で、二つ目が武装。おー、こんな感じですね。新しいの結構入ってます。これ、サンダースピア。 おーニードルとかね。いろいろ入っています。これ後でじっくり見ていこう。で、もう一つのブリスターもえ、ディスプレイスタンドになっていて、こういう小物も入っています。この辺は初号機と変更はあまりなさそうですね。アンビリカルケーブルとか、足に取り付ける、あの、ジョイントパーツとか。で、スタンド。これはね、2号機なんで、0、2になっています。そして、最後に、本体が入った発泡スチロール。せーの。ジョーンこのように入っています。 この発泡シロールから取り出すとき、本当にワクワクするよね。取り出そう。おー。ダイキャストの重みがいいね。ずしっときます。これが本体。うーん、初号機の時とき同様に塗り分けが細かくて、艶消しと光沢感のある。まさに鋼の筋肉を持つ巨人という感じですね。じゃーん。中から全てを取り出しました。 大部分の武装。それから本体はディスプレイスタンドにマウントできます。武装類以外だと豊富な手首パーツ。足に取り付けるジョイントパーツ。ヘッドセット。ゴーグル付きのやつとゴーグルなし。さあ、ディスプレイにセットされた2号機。こんな感じです。この台座自体がすごいかっこいいんで、もうこれだけでも十分見栄えがします。劇中のように腕や肩が固定されています。かっこいいよね。 武装類はこんな感じ。さっきも言ったんだけど、もう初号機とは大部分の武装が異なります。これもね、後で見ていこう。こんな感じで、自由に穴が開いているところに、こう、ハード、ハードポイント。こういうのをつけて取り付けることができます。取り出そう。でででででででおー。というわけで、改めて本体じっくり見ていこう。まずは正面。 この鮮やかなレッドのカラーリングがとってもいいですね。横。さっきと違うのはこの肩のアーマーですね。初号機の時同様。取り付け方は同じです。これがついています。後ろ。この後ろ姿いいよね。こんな感じになってます。で、近くで見てみよう。パッと見た感じ、初号機と形状が違うのはこの肩と胸部。あとは頭部ですね。まあ、あとはカラーリングとかマーキングとか違う。頭部のアップ。 おおなんか、初号機の時はだいぶアレンジが入ってる頭部だなと思ったんだけど、この二号機の頭部は、なんていうのかな、割と劇中っぽい、素直な、こう、スタイリングかなと思いました。目のグリーンのところはメタリックカラーになっています。差し色にホワイトやオレンジ。いいですね。頭ちょっと大きめに作られています。いやーこれずっと見てると、なんかさっき武器をさ、スタンドとかセットしてる時に、あの、昔の劇場版の、 あれを思い出してさ、なんかすごいトラウマだよ。ちょっと <laughs>、テンションが下がりました。まあ、引き続きやっていきます。胸部。ここが新しくなっていますね。あとで初号機と比較します。あとは肩の、この辺が変わってますね。で、全体の成型色のレッドの部分はつや消しなんだけど、これはね、パールが吹かれてますね。綺麗なパールがかかってて、ちょっとこう、真っ赤ではない感じですね。上品な色合いになっています。 それからアクセントカラーの各部に、まあ、光沢感のあるところと、まあ、つや消しのところがあります。マーキングも綺麗ですね。肩の部分にはエヴァ2、ネルフのマークとか、いろいろありますね。足回り。このホワイトのラインがとても、こうメタルビルドのアレンジっていう感じがしていいですね。下半身周りは初号機と造形は同じですね。つま先。足の裏。 ちょっと後ろも見ていこう。後ろこんな感じです。こういう光沢感のあるところが、こう、たくさんあっていいですね。こんな感じ。初号機の時にも言ったんだけど、このエントリープラグのギミックとかないんだよね。何も動きません。それからなんて言ってもギミック。初号機の時は暴走で口が開いたんだけど、今回は覚醒。下、それから上。ここの部分が展開して、中の四つ目が見えます。 おおこれもいいね。再現度がとっても高いです。開いた状態も大変カチッとしています。この中の目はオレンジの塗装ですね。非常に立体感があります。閉じるときは、こういう感じですね。パチッと止まります。簡単に開いたりはしない。こう、適度に渋みがあります。可動範囲は、これまた初号機と大体同じなんだけど、こう、触り心地 的なものをね、ちょっとお見せします。いじるとき結構干渉する部分が時たまあったりするんで、こういうのをどかしながらこういじりましょう。渋みは、うーん、いい感じですね。特にどこかが緩いとか、そういうのも特にないかな。稀に個体差ですごい硬かったり緩かったりっていうのはあるかな。このメタルビルドのエヴァンゲリオンはここがね、こうちゃんと動くんですよね。うん、ここの渋みもかなりあります。足。 いいね。やっぱね、こうカチッとしていて、ここも連動ギミックがあります。こう筋肉っぽい感じですよね。それから足。足の渋みもしっかりしています。おー、いいね。やっぱ二号機ってなんかこう、なんかこういう感じのこうスタイリッシュなイメージある。いいね。足の先も、うん、稼働するんで、こう自然なポーズが本当に取らせられます。こんな感じで。 まあ、とにかく可動範囲は申し分ないし、いじり心地も最高ですね。本体はこんな感じ。さあ、次は、さっきスタンドにセットしてあった今回の武装ですね。初号機と同じ武装はこのパレットライフルだけかなあとは全部新しくなっています。初号機の時は、この先端の部分にこう銃剣とか、いろいろこう取り替えるギミックがあったんだけど、今回の2号機はそれはないですね。で、次が、サンダースピア。 これいいよね。ジョイントパーツがここにあります。で、このオレンジの、電池パーツ。これは外れます。よーく見るとね、高電圧注意って書いてある。マーキング超細かい。展開状態は後ろを引っ張る。こう。そうすると伸びます。で、このように展開するわけですね。 このね、先端の部分がパール塗装になっていてめっちゃ綺麗なんですよね。イエローパールだと思うんだけど、こう、金にも見えるし、なんていうのかな、こう、シルバーにも見える面白い感じですね。この武装とってもいいです。それから2号機おなじみのニードル。あの、劇中ではね、あの、肩のアーマーがパカって展開して、こう、ニードルがこう出てくるんだけど、今回は外付けですね。このニードルの部分とか、この辺一体はプラスチックでできてるので、破損注意ですね。 気をつけたいところです。で、こっち側はこのようになっていて、こう、六角形の部分が、こう、平面じゃなくて、こう、ボコボコしてる感じで、なんかこう <laughs>、エヴァっぽいなという感じですね。これいいね。判定側もあります。あとは、プログレッシブナイフが2種類付属しています。造形が同じものが2本入ってて、こんな感じ。新しくなってます。ちなみに、初号機のやつがこれです。色味も含めて、全然違いますよね。 で、これですよ、これ。<laughs> 僕はね、2号機といえばやっぱこれなんですよね。こう、カッターナイフみたいなやつ。これかっこいい。<laughs> ちなみにこれは伸縮機能はないです。固定で、えー、これがしん、えー、縮んだ状態ですね。中に収納されている状態のやつ。これを選択で選べます。武装は以上。あとはヘッドセットですね。バイザーなし。 この後頭部のところにちょうど切り欠けを合わせるようにこうやってセットします。取り付けるとこんな感じ。うん、ゴーグルないと、うん、あんまり違い分かんないかな。ちょっとこう、何かがあるというのはわかる。ゴーグル付きのパーツは、一回このゴーグルの部分だけをバ、バイザーの部分か。バイザーを外して、さっきと同じようにこれを取り付けて、バイザーパーツを再び取り付けると。 セットした状態はこのようになります。だいぶ雰囲気が変わりましたね。僕はやっぱこれがついてる方がかっこいいかなと思います。各部を動かして、アクションなんか2号機といえば、やっぱなんかこのポーズなんだよね。プログレッシブライ,ナイフをこう目の前でパシュンってこう展開するやつ。足を大きく開いても設置性は大変良好です。さあ次はこんなポーズ。 やっぱナイフといえばこっちもすごく有名だよね。ジャンピング二刀流ナイフ。これもかっこよく決まります。ディスプレイスタンドにこうセットして、今宙に浮いてるんだけども、この状態でもちゃんと保持できます。いや、こうしてまじまじと2号機見るとかっこいいなさあ次はパレットライフルを手に持たせるとこんな感じ。それから足の横のジョイントパーツをつけたりとか。 ゴーグル付きのヘッドセットを取り付けるとまた雰囲気が変わります。一気にこうミリタリーっぽくなりますよね。可動範囲が大変良好なので、パレットライフルはもちろん両手で持たせることができます。さあ次サンダースピアを手に持たせるとこんな感じこれ迫力あっていいですね。ちなみにこの武器は劇場版に登場した武器になっています。よくよく考えたらあのニードルはテレビ版だし、 ま、テレビ版というか、劇場版。まあ、今回のメタルビルドのエヴァンゲリオンはどっちバージョンなんだろうね。まあ、どっちもありというか、本当に独自解釈なんだなと思います。近くで見てもかっこいいです。武装を全部てんこ盛りさせるとこんな感じ。もうさながらフルアーマー2号機という感じで。僕個人的にはこの肩に取り付けたニードルランチャーがかっこいいです。 一通りの武装やアクションはこんな感じ。さあ、そして最後は初号機と一緒に比較しよう。一緒に並べるとこんな感じ。おー、いいね。2体並ぶといいね。なんか僕個人的にはテレビ版の0号機欲しいなーさっきも言った通り、上半身周りに変更点があります。胸のところの造形が違いますね。あとは肩。 これも造形が違ってて、最後は顔。顔に関して言えば、造形の話で言うとね、初号機は、なんていうのかな。真正面から見るとね、あ、これぞ初号機だっていう顔とはちょっと違うんだよね。だけど今回の2号機は、あ、2号機のいい顔だってこう素直に言える。あと頭部のバランス頭がね、ちょっとこっちの方が大きくて、 うん。なんかこっちの方がね、プロポーションいい感じするんだよなで、初号機はね、横向くとめっちゃいいんだよね。ちょっとね、正面が、あー、うーんって感じなんでね。<laughs> まあ本当に人それぞれの好みです。僕はそう感じたかな改めてね、こうして見比べると、色が違うだけじゃなくて、例えばマーキングのパターンここは1本のラインになってるのに対してこれが、あ、これ2号機だから2本なのかなあ、だとしたらめっちゃオシャレですよ。 こんな感じでね、よーく見るとね、ちょっと違ってたりとかするんだよね。1、2。そして背面。後ろはそんなに変更点ないかないや、しかし、これも改めたら、あの、違うんだよ、母ちゃん玩具とも言えるのかもしんないね。<laughs> まあ、僕から見れば全然違うんだけどね。一応言っとこう。違うんだよ、母ちゃん <laughs> 一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回のメタルビルドエヴァンギレイオン2号機のレビューいかがだったでしょうかご覧いただいた通り大変素晴らしい一品となっています。もう武装もてんこ盛りだし、特にこの頭部の造形がいいね。頭の大きさとか、うん、本当に。まあ、これは独自なアレンジが結構入ってるんだけど、これは割とストレートな。あ、2号機だっていう感じがします。僕は大変気に入りましたね。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったら楽しかった。 俺もメタルビルド。エヴァが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たふー、俺エヴァ好きなんだよ、とか。あー、二号機かっこいいね、とか。あー、俺もあの、旧劇場版の二号機のトラウマあるよ、とか。他にも、こんなおもちゃをレビューしてほしいといったようなリクエストなど、どんなことでも結構です。 みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。まったねー。